いつもご視聴ありがとうございます。皆さん、ちょっと変わったと感じられますか？まあただ今まではどうでもかんでも巻いてたんですけど、昨夜ちょっとあの巻き方っていうのを YouTube を見て、勉強しまして、で私のね髪の毛の悩み、頭頂部がですねこうペチャっとなっちゃって、本当にあの年齢が出ると言いますか、あのそれがねもうずっと悩みだったんですよね。それで美容院に行った時にね、本当に薄くなって困ってるんですっていう話を美容師さんにしたところ、髪の毛の本数自体は人より多くて、一本一本が細くなってるからおそらくペチャっとなった感じがするんだろうということで、それであの昨夜、ロットの巻き方っていうのを YouTube を見て勉強したんですけど、あのこの頭頂部をですねこうちょっとボリュームアップするやり方いくつかあったんですよ。こう横2つか前と後ろこういう風に巻くか。それであの今日はねあのピンとかうちに道具があんまりなくて、こう適当にガサガサっとしかできなかったんですけど、あのそれでもねいつもよりねすごいここがふわっとして、下の方もですね あんまりくるくる巻かずにこうふわっと軽く巻いた程度 でこの前髪もねできるだけ前に持ってきてみました。まあ、本当は前髪を作った方が若く見えるのかなと思ったりもするんですけど、人生で今まで何回か前髪作っても結局こう鬱陶しくて、もうこう全部上げないとダメで、すぐにカチューシャ買ってきてこう全部上げちゃったりとかして、今まで前髪作るたびに挫折してきてるんですね。なのでまあ前髪作らずにできるだけ前髪がある感じにしようと思って、今日はまあ道具がない中これぐらいに収めたんですけど、もうちょっとひょっとしたらロットとかを使ってこう厚い感じにできるのかなっていうふうにあのちょっと思いました。今日はちょうど買い物とか他の用もあるので、いつものダイソーさんによってもっと髪の毛をセット簡単にできるように、まあ、ピンとかのそういう道具をですね買ってきてみたいなと思ってます。それとですね、今日は視聴者さんからのリクエストもありまして、ちょっとお料理の動画を撮ってみようかなと思いまして、ミネストローネの方はちょっとあと一つ買いたい材料があるんですが、チリの方はもう全部材料が揃ってますので、今からちょっとチリをね作ってみたいと思います。最近買ったこちらの電熱コンロ、アロハさんにもこれいつ使うのって言われたので、こちらを使ってですね、お鍋も、アメリカから持ってきたものを使ってちょっとチリを作ってみようかなと思います。まだ具材を切ってないんですけど、ちょっと先にお肉を炒めてみようかなと思います。これくらいかな、今日で一番上が今日なんですね。これ今日でちょっと今スイッチを入れてみました。なんか最初煙が出ますっていうことだったんで、今ちょっとね煙出てますね。本当にねすごい数引っ越したんですけど、このタイプのコンロのお部屋いくつかありました。ちなみに直近ではハワイはこのタイプでした。その代わり火力がねハワイもう半端じゃないんですよ。一番強いのねもう半端じゃないんですよ。すぐ焦げちゃうぐらい。お肉を先に炒めてもいいんですが、玉ねぎを先炒めた方がいいかなと思うので、ちょっと玉ねぎをね先切りますね。ちなみにこちら今用意してある、トマト缶とキッニービーンとあとはチリコンカンの、シーズニングですね。こちらのシーズニング、やっぱりねいろんなお店行くたび見てるんですけど、店頭に置いてるとこはほとんどないですね。日本で売ってるアメリカのチリパウダーほどね辛くないのでね、本当にあの息子がいる時に見つけたかったなっていう気持ちが今すごいあります。日本でねあんまりマイルドな味の売ってなかったので、私にもね、私辛いの好きなんですけどね、私にもちょっと辛すぎるぐらいの
味なんですよね、日本で売ってるチリパウダーっていうのが、はい、材料は至って簡単で、玉ねぎとミンチと、あとはシーズニングとトマト缶とレッドキドニービーンですね。あ、うわー、お鍋使えて感動ですね。ちゃんとジュージュー言ってます。 IH より温度が上がるまでに時間がかかるということなんですけど、そんな風にも感じないですね。一番強いパワーも1400ワットなので、こちらの IH と同じです。なので火力は一緒ですね。ただまあ、あのインターネットを見る限り温まるまでに時間がかかるから IH より少し電気代が高いかもしれないみたいなのを書いてたんですけど、まあ、そんなことないような感じしますね。まあ、なんか電子レンジの方がね、なんか電気代が安いので電子レンジかけとけばいいのかもしれないですね、こういう煮込み料理の場合は。ちょっとお肉を入れます。これは牛肉のミンチです。牛 100% のものね、なかなか売ってないので、冷凍保存してあったものです。でこの辺だとですね、コープだけ時々売っています。あとのお店はね、もう合いびきしかほぼ売ってないですね。なんかあのちっちゃい、売ってても本当に小さなパッケージで、コープさんだけがなんかこうまあまあなサイズで、それも毎回は売ってないんですけど、売ってる時にあの買いだめしたりとかしています。このコンロは全然問題ないんですが、あの私背が低いんでね、踏み台が欲しい感じですね。こう腕が疲れる感じですね。もう結構早く炒まりますね。今中火だったんですけど、いやいや、これ侮れないですね。調理時間すごい早いです、 IH と比べても。それでですね、ここまで来たらですね、トマト缶を入れます。ここにこのシーズニング入れますかね。こちらの中にですね2回分入ってるんですけど、私はなんかこうアメリカのレシピに慣れてるので、それだとですね、これ2袋2回分でねちょうどなんですね。なのでお肉も倍量にして、トマト缶と、ビーンは丸々1缶使います。チリのパウダーですね。アメリカのレシピはね、玉ねぎ入れないんですよね。本当にビーンとお肉だけなんですけど、はい、ここにちょっとレッドビーン入れます。開けるとこんな感じで結構液体があるんですけど、アメリカのレシピではね、この液も全部一緒に入れて調理するという風によく書かれていました。私はね少し捨ててますね。ミネストローネに入れるときはもうあのザルにあげて、レッドビーンだけをきれいに洗って、お汁は全部捨ててるんですけど、チリにはね、まあ、お汁入れてますね。ちょっととろみがついていい面もあるのかと思います。はい、こんな感じですね。もう本当にねこれだけでねほぼ完成なんですね。それでもね本当に美味しいんですよこれ。もう私はねスープ類大好きなので、もうこのチリはね好きなもののトップ3に入ってるぐらいですね。はい、これで完成です。時間もね本当にかかりませんでした。
最近この野菜スティックにもハマっていまして、まあ私が今回作ったのは、人参ときゅうりとキャベツですね。はい。それで、私パクチーがもう大好物で、アメリカに行くまで食べたことなかったんですけど、もうアメリカに行ってからもうこれが大好きで、ここにもねたくさんかけてるんですけど、おかわり用のパクチーです。はい、いただきます。今日はちょっと今日は食べてるところをちょっと今日は食べてるところ顔出しちょっとだけしてみようかなと思います。美味しい。いや、もうやっぱり美味しいですね。チリね、大好きなんですよ。それでこの日本製のものは、マイルドと同じぐらいかな。もうちょっと辛いかもしれないですが、ミディアムほどは辛くないので、日本で売ってるアメリカのもの、輸入のものですね、よりは、全然辛くないです。うん、美味しい。それでこれはですね、野菜スティックは、これを食べながらですね、うん、チリがね結構辛いので、私はこれで中和するように、野菜を必ず何かしら、まあ何もない時はレタスとかでもいいんですけど、それをもう何もつけずにですね、チリを食べて、バリバリ野菜をいつも食べます。うん、美味しい。いや、もうこれやめられませんね、これね。もうめちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです、本当に。うん。食べてる。うん、うん。ちょっと食べ方が汚いですね。